はい、どうも、盗作中ドレンのつくもです。ということで、白昼夢の青写真、パート100、100ですね。記念すべきね。はい、ということで、それから始めていきたいと思います。翌日、俺とアスマ先生はいつも通り、それぞれのマグカップにたっぷりとコーヒーを注ぎ、膝を突き合わせて話し合った。今俺がやっていることの簡単な進捗も、共有した。空間内の状況によって脳のあらゆるところを個別に刺激する必要があるかもしれない。そのことも伝えた。アスマ先生は時折質問を挟みながらも最後まで俺の話を聞いてくれた。一杯目のコーヒーはもうなくなっていた。カイトは、はい、この研究室に来る前から脳の勉強をしていたんだろう。何かきっかけがあったのかい？いや、どう考えても付け焼き場の知識じゃないだろう。俺は柳に連れられて初めて図書館に行き、医療書を読みふけった日々のことを思い出した。母の病気が直接のきっかけですかね。病気？カイトは両親と暮らしているんじゃないのか？いえ、両親はどちらも他界しています。アスマ先生は俺の目を見つめたままうなずいた。中層の人ならもしかしたら細胞を改良して助かったのかもしれない。でもその選択肢は僕たちにはなかったので、人体のことをずっと勉強していました。お母さんはいくつだったんだ？30代で他界しました。若いね。俺はアスマ先生を見上げた。あの、アスマ先生は今年齢かい？今年で72になる。やっぱり中層の人たちは若いですね。人工遺伝子と人工アミノ酸、それとナノマシンを錠剤で飲んでいる。体内チップの情報をもとに今は特定の細胞を狙って任意の人工遺伝子を送り込めるからね。老化は怠惰の証だとも思われている。中層の人はみんなそうなんですか？アスマ先生はうなずいた。人工遺伝子が普及する前は人の平均寿命は約80年だったらしい。今の半分以下だよ。80年？仮想の人たちよりも短かったんですか？地上にいる時は今よりも資源が大量にあった。研究施設も製造設備も今の何千倍という規模だったはずだ。実際、人工遺伝子の発明は一つの市場を作り出した。最初は自分の延命のためには金を惜しまない富裕層だけが顧客だったが、最終的には貧困国でも安価で取引されるようになった。今で言えば仮想にも普及していたってことですか？安価なものはナノマシンが入っていないものがほとんどだった。だから生体からのフィードバックは得られず、遺伝子の書き換えが不完全で終わってしまう。それでも多少の延命にはつながった。だから人工遺伝子はごく短期間で世界中に浸透した。出来の悪い麻薬のように、今の仮想の人たちが後天的に人工遺伝子を摂取していなくても、その遺伝子には必ず人工的に書き換えられた形跡があるはずだ。それで寿命が伸びた。アスマ先生はうなずいた。遺伝子自体を変異させているわけだからね。進化とも言える。人類は自分たちの発明で自分たちを進化させた初めての種だ。なんだか業が深いですね。その通りだよ。そう言ってアスマ先生はマグカップを持って立ち上がった。ちょっと休憩しよう。次は私が入れるよ。そう言ってアスマ先生は俺のマグカップを取り、流し台の方に向かった。ありがとうございます。ただいま。おかえり、カイト。ドアを開けるとすぐにヨナギが駆け寄ってきた。どうしたんだ？あのね、出雲にたくさんのキャラクターを覚えてもらったの。お？もう最高なの。出雲本当に芸達者なの。見たいでしょ？見たいよね？ね？おう。食事は後でいいんですか？いいよいいよ。今日はテンブリッジね。ここはウィリアム・シェイクスピアのお店です。おお。で、店主のジョン・シェイクスピアさんです。あ、どうも。え、これいつものの？そう、ポリッジ真面目。酒を飲ませろ。なんか情緒不安定じゃない？酒があれば気分も落ち着くんだけどな。ダメな大人だな。あとね。ヨナギが男性の方を振り向く。中身は出雲らしい。出雲、スペーサーもやって。
誰だ。ミーはスペンサーでしょうが。混ざってる混ざってる。ハロー、おい。誰なの。オリビアを奴隷にしてる悪いやつ。ボリッジマジよね。こいつかもかよ。イズも、貴族はポリッジなんて食べないよ。ミーはミーのルールで生きている。常識には縛られないんだ。縛ったり縛られたりするのはベッドの上だけだよ。イズも。これもヨナギの考えた設定なのか。違うよ。当時の貴族は盗作的な思考を持っていた人が多いんだよ。セクシャリティに関しては特にね。そうなの。誰も得しないリアリティ。あと、なんで時々英語が混じってるの。ミーはいろんなものを立たせるのが大好きなのさ。キャラも立たせたいし、ボーイのボーイを立たせるのも大好きだよ。イズモ。いろいろなものを立たせるのが好きというのはイズモの本心だろうか。誰。キキだよ。オリビア一座の役者だよ。え、イズモが作ったの。かわいいな。いや、でもまずいよ。この世界に女優はオリビアしかいちゃダメなんだから。僕男だよ。チンチンついてるよ。そうなの。うん、触ってみる。触らないよ。じゃあパパが。イズモ、ちょ、一人で進めないで。チンチンからポリッチ出ない。もうすごいな。これがなんか出雲って思っちゃうとなんかめちゃくちゃ面白いです。出雲。うん、カオス。ミーもついばみたいな。小鳥のようにね。なんなのこの自作自演。出雲、ちょっとなんか下ネタ多くない。娯楽作品には適度な下ネタが不可欠だったというデータがあります。今の適度だった。チンチンからポリッチはやりすぎよ。童貞もいるんだから。おい、ヨナギも少女じゃないか。カイト、今のはイズモが勝手に作ったセリフであって私が考えたんじゃないからね。カオス。その一言なんなんだよ、腹立つ。ポリッチを作ります。この流れでよく作れるな、普通にポリッチを。いつもその前に今の観測データを送っといてくれ。モニタリングします。おお、いつになくヨナギの心拍数が高い。いいデータが取れてる。さすがだ、いつも。次もアドリブ全開で頼む。そのつもりです。聞けよ、私の話を。誰か聞け。思いつくままに歩いてみる。何かのオイルの匂い。湿気が高いのがわかる。ソファーに座ると埃が舞い上がる。俺の動きに合わせて空間が変化し、それが俺の感覚に届いている。五感の全てが正常に機能している。プロトタイプにしては上々だ。参加者が一人であれば問題はない。問題は参加者が多人数になった時の相互作用の連鎖。それの統計データは取れていない。当たり前だ。そのデータはこのプロトタイプを外部に持ち出さないと観測できない。ここには俺とヨナギとサポートの出雲しかいないのだ。自発終了信号を感知しました。ああ、ありがとう。ヨナギのデータから構築した思考空間のエミュレーターは出雲とリープ君の記憶領域にアプリケーションとして保存している。今日のように俺一人がテストするならばヨナギの協力は必要ない。統計データのサンプルを増やすのと現況の確認調整は完全に別作業だ。アスマ犬に配属されて1ヶ月。日中はアスマ先生といろんな議論を重ね、夜はヨナギの思考空間のデータを取るという日々を過ごしてきた。データを取り始めて2週間ほど経った時、嗅覚の再現まで保管した空間の再現はある程度できるようになっていた。行動に対する反応をヨナギの思考空間から統計的に予測しているものなので精度はまだ低い。たまに空間が停止して金縛りのような状態になってしまうバグも残っている。だが可能性は感じられる。そんな状況になっていた。ヨナギは俺の向かいに座って小説を書いていた。エミュレーター用のデータ集めの時、そのあらすじを何度も見せてもらった。才能はあるが奥手なシェイクスピアと彼の才能に惚れ込む女優のオリビア。
恋仲になるまでの過程において、ウィルの奥手っぷりにオリビアが呆れるシーンを何度も繰り返し見せられた。原稿に向かうヨナキの口は小さく動いている。キャラクターのセリフをつぶやいているのかもしれない。ヨナキ、相談なんだけど。相談？ヨナキが顔を上げる。小さく首をかしげるヨナギをしばらく見つめた。思考空間のエミュレーター、とりあえずプロトタイプはできたんだ。うんうん。ヨナギがうなずき、俺もそれにうなずきを返す。これは今までの、先行研究とは空間形成の方法が全く違う。うんうん。それでこれをアスマ犬に持っていきたいんだ。え？アスマ先生にも見せたい。この先の研究は俺一人では黒工事だ。いよいよ。俺はうなずきを返す。もしもそこでこの機構を発展させられたら、いつかはアスマ先生以外の人たちも見せてもらう、見てもらうことになると思う。ヨナギは俺をじっと見つめていた。カイトが作ってるものがどれくらい画期的なものなのか、私にはよく分かってないんだけど、その私の思考空間から作ったってことを隠しておくことはできるの？俺はうなずきを返す。今から300年以上前に、アインシュタインという人は光の速度が不変だという真理にたどり着いた。夢の中で。ヨナギが目を丸くする。彼は自分自身が光になって光と並走している夢を見て、光速度はどの観測者から見ても不変だという仮説を思いついた。よく眠る天才だったらしい。もしも誰かに話を聞かれるくらいこの研究がうまくいったときは、俺もそう答えるよ。自分の夢の統計データを取って空間形成を試みた。アスマ先生以外の研究者にはそれで説明がつく。ヨナギは小さくうなずいていた。カイトの夢のためだもんね。うん、いいよ。ちょっと怖くはあるけど、カイトは研究員になるために頑張ってきたんだもんね。それで、それをアスマ先生に伝えることで、カイトはまた夢に近づけるんでしょ？俺だけじゃない。この町の人、いや、人類が地上生活という夢に近づけるんだ。ヨナギは微笑んだ。わかった。いいよ。ありがとう。必ず成功させるよ。うん。応援してる。その代わり、私の小説も読んでね。喜んで。ヨナギの話、俺は好きだよ。本当？俺はうなずきを返す。ウィルはちょっと奥手すぎる気がするけどね。ん？あれ、カイトがモデルだけどね。オリビアは私。全然似てなくね？私の憧れなの。ああいう面だってあるの、私にも。俺、そんなに奥手かな。カイトや。なんぞ。私たち、一緒に暮らし始めて何年目だか覚えてるか？もちろんだ。日数まで覚えてるよ。立派。それは立派よ。うん。うん、それがどうした？いや、なんでもない。ヨナギはため息をついて、また原稿に向かい始めた。ウィルは奥手すぎて、オリビアどころか劇団員全員に呆れられる。そんなシーンを追加しよう。そうしよう。カイト、これは、はい、というところで、今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。